AKB48 の横山由依、25が17日、東京ドームシティホールで、自身初のソロコンサートを行った。ステージには、15年前に、人生で初めてライブを見た憧れのアーティストである、男性デュオケミストリーが、ゲスト出演。ドリームを披露した。横山は、なんて歌がうまいんだろうと思って、私もステージに立つ人になりたくなりました。お二人のおかげで、今の私がいますと芸能界へと導いた、恩人に感謝した。他にも初選抜入りした、エヴェリデイ、カチューシャやセンター曲、光と影の日々などを独唱。自身のアイドル人生を振り返る VTR も挟んで、2000人を盛り上げた。